あ、ここか、猫の集会所っつうのは。ジョバンニの家。相手はないか。うん。この下にいるんだな。変身できない。これかな？穴が。いーよっと。前来た時はここ水浸しだったね。あー、この向こう側が猫の集会場なのか。あれ、ここ穴開いてたはずなのに詰まってるな。いやー、こんにちは。一応今9体いるけど。あー、20集めなきゃまずはダメなのか。オッケー。じゃあ探しに行くか。じゃあまずは地方に飛んでからだな。ちょっと待ってよ。マップまず確認しよう。今いる地方の分しかわかんないのか。じゃあまずフィローネあたりから行くか。ここの中央のやつはこう、取ったんだっけ。急がなきゃ。ゴーストは時間が夜しか出てこないから、それ以外だと意味ないんだよね。時間待たなきゃいけないから。と森のせい、聖域のやつは取れないのが3つで、取ったのが1つ。フィローネの森の中の1体取ったで、平原だな。とりあえず平原の端に1体いるらしいが、待って待って。ハートのかけらあるじゃん。ウィンドウへ。オッケー。あと1個でライフ増える。ハートのかけらにちょっとこだわってる理由は、あれなんだよね。ハートを全部マックスにしたいから。ん？これ夜？夜だよね。いないね。いないね。いないね。ちょっと待って。いないんだったら次オルディン、オルディン。で、マップとりあえずズームして、と墓地だからここだな。かかりこ村の墓地、中央付近、入り口近く。で、かかりこ村のボム工房の跡地は取ったね。見張り小屋、前。あ、かかりこ村、もう一個あったのか。で、デスマウンテン。かかりこ橋にかかる橋の横の丘は取った。かかりこ橋の小洞窟ってのがあるな。とりあえず、かかりこ村だな、行かなきゃいけないのは。じゃあかかりこ村に飛ぼう。墓地だ、墓地。まずは墓地に行こう。墓地の中央に一体いる、あ、いるな。で、入り口近くのこれを押したら出てくる。乗っちゃダメだよ。いいのかこれ、墓荒らしだけど。で、1体で、もう1体がこっちにいるな。 OK で、同時に2つゲッター。で、次、見張り台だったな、かかりこ村の。見張り小屋っ
テート、あれだ。あ、いる。くそ、あの上どうやって行くんだ。あの上、そっか、この上からじゃないといけないのか。違う違う違う。上行くにはここだ。鳥じゃなーい。みんないいやつで誰も俺は遊んでないな。オッケーオッケー。わかった。わかったから。あー、そっか。お金。あとでマルマートも寄ろう。寄付しなきゃいけない。アゲハンとこ先に行っててよかったな。ボム工房の方に飛ぶ。とりあえず鳥はいらん。急げ急げ。あれだ。慎重にどっかこっちにでも追い寄せなきゃダメだな。危ない危ない。落ちるとこだった。ふぅ。どうしたの、多分ちっかいな。ここ何？見張り小屋の中だよね、多分。ここ来たことあったっけ？ないか。よし、登ってみるか。なんかあんのかな？普通に、あ、なんかあるー。来てよかったー。50ルピーか。じゃあ、そうだな、マロマートだな、次に用があるのは。あう、ちょっともう、くそ。くっそー。じゃあ、先に、そう。飛ぶのそういう感じなのね。じゃあ、この辺でどうだ？ゴロンのとこに行かなきゃいけないんだよね。デスマウンテン。取ってないはず。ふもとから二人目のゴロン族で飛び上がった山の斜面。ふもとってここでいいんだよね、多分。デスマウンテン。あれ？いなくね？取った？あれ？ここじゃない？ふもとってあれか。もっと前か。くそ、くそ、もっと前か。飛べるか、ここから。もう一回かかりこ村に飛んで、ここじゃないわ。ここはもう山の上の方なんだ。よし。とりあえずこのマップにいる限りは大丈夫。上に行こう。とりあえずこういう人話しかけてみる？話聞いてくれなーい。気のせいか。こっちだな。先に変身は解除しておこう。ここだ。こっち側だ。ここがふもとだもんな。いやー、開けるなよ。ふもとで、これが多分一人目でしょ？ OK、飛ばして。あとまだ気になってるものがあるしな。ゴロンのとこにもう一回行きたいしな。急げ。二人目、いた！あれだ！このゴロンを使って左側に飛べばいいんだな。どこにいるこれ。こっちだ。よっしゃ、いた。あれに用がある。オッケー、ゲット。さて、おお、
とりあえず夜のうちに来たかったとこは OK かな。で次は行く前にさっき言ったゴロンのとこでちょっとやっ見たいものを見ていこう。なんで一回変身解除しちゃったんだろう。見えてるか。ダメか。そういやここの奥は行ってないな。あ、ここあれだ、ダメなやつだ。あれだ、この前見ようと思って結局行かなかったエレベーターをチェックしたいから、まずはあの長老のいるとこに行こう。よし、着いた。エレベーターはこれだったな。で、これはアイアンブーツ。間違えた。ガチコ。で、今まで行けなかったあのエリアに行けるんじゃないのかな。お？なんだここは。マップ。何このカメラ。びっくりした。なんだ？あ、掴む？あ、そういうことか。これで開けれるわけですね。これはどっちだろう？温泉の方かな？あ、温泉の方だ。ってことはこっち側に、あったー。近道か。なあ、こういうのがあったのか。無理して登る必要がなくなるってやつか。でももういらねえな。来ることないもん。とう！さあ、次の場所にワープしようか。かかりこ橋ってどこ？これか。ここの小洞窟って、ああ、もしかしてあれか。降りちゃったとこか。ここだったりする？ちょっと待って、落ちる落ちる。いや、違う気がする。なんかあるな、あそこ。宝箱。けどこれ、クローショットがダブルないとダメだな。ここじゃねえ。どこだ？お？あれか？あれっぽくない？あー、日が。これだー！これだー！けどまあ、どうやら洞窟の中らしいから、日が照ってようと関係なーい。ドーン！よし、こんなかだ。うおぉ、完全にダンジョンだな。うん、雲の巣だらけだな。さあ、この奥なんかあるのか。
マップを、なんだあいつ。間違えて消しちゃった。また消しちゃった。オッケー。なんだ。なんだこれ。めっちゃ迷うぞ。間違えて消しちゃったー。 A ボタン押すのやめた方がいい。うわ、びっくりした。なんかいる。あ、いる。スタルチュラだっけ、この雲は。これかな、用があんのは。違う、これ50ルピーだ。違うぞー。自分機一個ずつ潰していこう。こっちか。当たらーん。やべえ、いた、いた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 。センス。暗いな、ここ。カンテラの油もなくなっちまったしな。買わなきゃ。とりあえず暗いけど探索していくか。マジで何も見えん。は？何も見えんが？そう、ここにカンテラ使う場所があるな。まだちょっとなら使えるだろう。すげえ、戻れ。ふう、カンテラの油がない。マロマートにあったっけ。おお、ハートのかけら1個増えて全回復だよね。なくなった。戻れるかなこれ。うわ、あれ戻ってきた。火がついてるぞ。あ、戻ってきた。もういいや。かかりこ村だな。マロマートに行こう。よっしゃ。よいしょ。いや、ぴったし足りるー。ぴったしだなー。しゃあねえ、払うか。700でしょ。いいよ。わーなー、城下町東とハイラル平原をつなぐ橋の補修費が集まりましたー。商品を高値で売りつける城下町の悪徳店を見てくるといい。引き続き町の商品を安価で売るため、支援金にご協力くだひゃい。ニス。それはちょっと後だな。くそ、油もねえしな。油買う金すらなくなったぞ。まあいい。城下町がどうのって言ってたな。城下町東だっけ？ここのルートだっけ確か。ここだな、一旦。エポナ呼べるかな？そっちに行ってみよう。あの元気のないおっさんに話を聞いて、温泉水の運ぶやつもやんなきゃいけないし。来た。一体どっから来たんだお前は。
ルディンの橋は本当にどこにあんの？治ってんのか？あ、治ってる。あー、やる気出ねえなー。せっかく足が治ったってのにもうこう体がなまっちまっては商品も仕入れられない頃、この時熱い温泉の湯でも浴びれたら元気な人とも出るかもしんねえなー。そういうこと、瓶に入れてこいってことか。温泉水をどこの温泉のやつがいいんだろう。進んでるこれ。危ない。あ、ダメなのか。悪徳商店っていうのがどこにあるのかもわかんねえな。温泉水はとりあえずあのゴロムのガキンチョにでも聞いてみれば出るのかな。悪徳商店っていうのがどこだ。話だ、ここか。どこだ、わからん。入れるようなとこがないからな。この辺りではないだろう。ここはジョバンニのとこがあったとこだし、うん、何の店だこれ。パン、え、取ったけど、あー、びっくりした。ジョバンニ、恋人から捜索願いが出ていてね、まあ単なる血は喧嘩だと思うんだけど、最近は妙な言葉から起こるから悪魔の仕業だとか変な噂、あ、まあ悪魔の仕業だったけど、なんだか一種の都市伝説みたいになってるんだよ。この人がジョバンニの恋人ってことか。ここは何や、肉屋か、酒場、まあ、こういう話は全然聞いてないからな。いや、温泉水つってもな。しゃあね、温泉水やるか。ここでワープはダメだ。